パリでのお食事にて、あなたはオニオングラタンスープとダブルチョコのスフレでお腹を満たして一満足しています。するとそこへウェイターがやってきて、あなたに食事の感想を聞きました。あなたはそこで満足そうな笑顔を浮かべて OK サインを手で作りました。いや、これでウェイターさんも喜んでくれるだろうと思いきや、おや、ウェイターさんなんだか怒っていますよ。実は人差し指と親指で丸を作るあのサイン、一部の国では必ずしも OK という意味にはならないんです。フランスではゼロを表し価値がないというメッセージになります。そう、あなたは美味しかった食事を褒めようとして0点と言い放ってしまったんですね。ベネズエラやトルコ、ブラジルでもこのハンドサインは控えた方が良いでしょう。まあこの形を公でチラッとでも見せたら大問題になるとだけ言っておきましょうか。これらの国では手で感謝を表さず、にこやかに食事を済まして口頭で感謝の意を述べるようにしましょう。親指を上に向けるハンドサインは世界で広くいい意味合いを表すものとして使われています。しかしイタリアの一部やアフリカ西部、イラン、ギリシャなどの地域では非常に失礼な行為となります。マレーシアでは親指を使って人を指すのでこれも失礼。これらの地域でヒッチハイクをする場合は、少なくとも親指を突き出したサインを使ってはいけないかもしれません。誰も拾ってはくれなくなってしまいます。イギリスやオーストラリア、ニュージーランドでは注文で2つの数字を表したりピースサインを作ったりすることは問題なく行えます。しかしその時は手の向きに注意しなくてはなりません。一歩間違えばとても失礼なメッセージになってしまいます。周りの人と喧嘩にもなりかねません。人差し指と中指で V サインを作るときは必ず手のひらを相手に向けること。そうすれば問題なく楽しい時間を過ごすことができます。東アジアでは礼をして挨拶するのが一般的ですね。しかし日本へ来た外国人はあからさまに見よう見まねで礼をするくらいならしない方がむしろいいでしょう。日本は外国の文化を比較的受け入れている国なため、握手や会釈といった挨拶が通用します。へんてこな礼は人によってはバカにされているような気分を与えます。トラブルの原因になりますからね。ヨーロッパ、ラテンアメリカ、アフリカなどの一部の地域では人差し指を使うこと自体が失礼にあたります。また中国や日本、インドネシアでは人差し指で他人を指さす行為は失礼にあたります。相手を非難するときに使う行為なので注意。フィリピンで道順を聞いたときには相手が一向に方向を指してくれないと困ることがあるかもしれません。フィリピンでは唇で方向を指すことが習慣になっているため、そこに注意してみましょう。とりあえず自分が今いる地域、あるいは今相手にしている人の文化がわからないときには手の全体を使って動作を行った方が無難でしょう。小指を立てるとお上品に見えるかと思いきや、中国ではこれがダメ。小指を立てることは親指を下に向ける行為に等しく、あなたが不満を持っているという意味を表します。また中国で他人と写真を撮るときに失礼なハンドサインは避けたいものですよね。とりあえず避けた方がいいサインを2つ覚えておきましょう。1つは小指を立てること、もう1つは箸やフォークなど汚れたもので何かを刺すことです。お箸での食事は楽しいですが、その置き方には気をつけましょう。中国、韓国、日本では盛ったお米に縦にお箸を刺す行為が禁忌とされています。お箸を置きたい場合はきちんと箸置きに。同様に韓国や中国では誰かに料理の皿を取ってもらう行為はご法度です。これらの国々では皆が食事に参加し、取りたいものを取るのがマナー。さらに残った最後の一つを取っても怒られたりはしません。一部の地域では食事の席で鼻をかむことがマナー違反ではない場合もあります。誰にでも起こることだとおおらかに捉えられるため、そっぽを向いて行うことさえ忘れなければすることに問題はありません。しかし辛い料理の比較的多い日本や中国、韓国ではこれがダメ。公の場で大きな音を立てて鼻をかんではいけません。鼻をかみたいと思った時には一度テーブルを離れ、化粧室や他人の目のないところへ移動する必要があります。人の目の前で行うと失礼かつ不衛生だと思われてしまいます。またハンカチではなく後から捨てられる紙のティッシュで行うことがベターです。バケーション先として人気のフィジー、美しいビーチに温厚な人々で有名です。この島で地元の人に出会ったら長い握手を覚悟して。ここでは挨拶を最後まで言い終わるところまで手を握り続けるのがマナーです。それがどれほど長くとも。また握手を終えたところですぐに手を引っ込めてはいけません。握手をそそくさと終えてしまう行為は無礼だとされています。インドでは握手の代わりに合掌で挨拶をします。祈りを捧げるように手を合わせ、軽く頭を下げて手を胸に近づけてナマステと挨拶をします。腕組みは多くの国では大した問題にはなりません。肌寒かったり退屈していたり、その方が落ち着くなんて人もいるでしょう。
しかしフィンランドではまた違ったメッセージを相手に送ってしまいます。フィンランドにおいて腕組みは相手に対する大きな軽蔑を意味します。フィンランドの人々はこれを見た途端、あなたを傲慢な反抗的な人間だと捉えるかもしれません。基本的には周りの相手に喧嘩を売る行為に等しいため、気をつけて。フィンランドのメタルおじさんたちが挑戦を受け立ってくるかもしれません。特に誰かに向かって腕を組む行為は避けると良いでしょう。せっかくの観光中に喧嘩沙汰に巻き込まれるのはごめんですよね。ロシアで相手に会ってすぐに挨拶をしたくなったとしても、戸口での握手は控えましょう。やってしまったとしてもボコボコにされたりはしませんが、迷信を信じる人たちはこれを不運を招く行為と考えています。握手の手を伸ばすときは敷居をまたぎ切って中に入ってからにしましょう。これはレストランや家、お店など、とにかく扉がある場所全てに当てはまります。この単純なミスさえ避けてしまえば、トラブルになることも不運に見舞われることもありません。タイでは頭は最も神聖な場所。誰かの頭を撫でる行為はご法度です。逆にアメリカでは誰かの髪を撫でる行為は褒めたり、あるいはふざけたりするために行われます。でもタイではこれがダメ。とにかく相手に失礼を働いたり、不快な気分にさせたりしたくなければ頭に手を近づけない方がいいでしょう。また足の指を人に向けてもいけません。足は汚い部分と考えられています。とにかく観光中に現地の人を不快な気分にさせることだけはやめたいものです。会話の最中に時計を見る行為は中東において非常に失礼だとされています。相手から急いで離れたいというメッセージを伝えることになってしまいます。その後に予定が控えていたとしても、目の前の相手に失礼を働いてはいけません。時間を確かめる前に会話を一旦一区切りさせましょう。アラビアの文化では会話が始まったら会話に時間をかけることがマナーです。5本の指を立てて手のひらを相手に向けるストップサイン、ギリシャではこれがゴハットです。地元の人にこれをやってしまうとひどい目に遭うかもしれません。このジェスチャーはビザンツ帝国時代から続くものとされています。韓国でも同様で、手のひらを上に向けてタクシーを呼んだり、誰かを手招いたりする行為は控えましょう。その場に何時間も留められてしまうことになるかもしれません。これは韓国では犬を招くときに使うジェスチャーなんです。正しく手を振るには手のひらを地面に向けて上下させます。またこれだけではありません。韓国では目上の人にお酒を勧められたら、杯を両手で受け取り、一口目は顔を背けていただきます。韓国では目上の人は絶対という文化が根強く残っています。地元の文化には敬意を払っていきたいものですね。